ここでは GV ブラウザに取り込む前の映像データや GV ブラウザに取り込んだ映像データをプレビューする方法について解説いたします。プレビューの方法にはフルサイズでプレビューする方法とプレビューペインという機能を利用してプレビューする2つの方法があります。まず最初にフルサイズで確認してみましょう。最初にですね、取り込む前の映像データの確認をしたいというときですけども はい、例えばこれは USB メモリーにある映像データですけども、この中から再生したい、プレビューしたい映像データのサムネイルをですね、ダブルクリックします、はい。そうするとこのようにですね、フルサイズで表示されます。画面下にコントローラーが表示されているので、再生ボタン、これをクリックすると、 このようにですね、映像をプレビューすることができます。また上のところにはですね、小さなサムネイルがあります。ここでサムネイルをクリックするとですね、プレビューする映像データを切り替えることができます。<noise> このようにですね、プレビューできます。元に戻るときには戻るボタンこれをクリックします。 そうすると GV ブラウザーの画面に戻ります。また、取り込んだ映像データも同じです。すべてのクリップを選択するとですね、取り込んであるクリップのサムネイルが表示されます。ここで、再生したいですね、サムネイル、これをダブルクリックします。そうすると同じようにコントローラーが表示されているので、このように再生ボタンをクリックして再生することができます。切り替えも同じです。 なおですね、写真データ、これを選択した場合には、このようにですね、コントローラーとか、あるいはタイムコードは表示されません。はい、また元に戻るボタンで元に戻ります。次にですね、プレビューペインという機能を使って、プレビューしてみたいと思います。まず、例えば読み込む前の映像データなんですけども、はい、ここで、再生したいですね、映像データ、これを選択します。例えば、これ、選択して、 表示メニューからですね、プレビュー、これを選択します。はい、そうすると、ここにですね、小さな領域が表示されます。サムネイルをクリックすると、プレビューペインですね、映像が表示されます。ここで、画面下にあるコントローラーで再生ボタンをクリックすると、はいはい、このように映像を再生することができます。取り込んである映像データも同じです。 すべてのクリップで再生したいクリップを選択します。はい、これでプレビューペインにですね、マウスを押せるとコントローラーが表示されるので、ここで再生ボタンをクリックします。はい、このようにですね、再生することができます。 このようにしてですね、取り込んである映像データ、あるいは取り込む前の映像データの内容をプレビューします。なおですね、プレビューしているときの映像データなんですが、例えば、取り込む前の映像データなんですけども、これをですね、プレビューしていると、はい、コントローラーの右にですね、アイマークがあります。これをクリックするとですね、 今プレビューした映像データをどのような形で取り込むかというのがですね、選択できます。例えばライブラリに登録するのか、あるいはファイルを取り込み後、ライブラリに登録するのかなどを選ぶことができます。なおですね、ライブラリで取り込んである映像データ、これをですね、プレビュー後、やはり同じようにアイマークが表示されるんですけども、ここでアイマークをクリックすると、今度はですね、 先ほどの取り込みとはまた違ったメニューが表示されます。例えばお気に入りに追加削除とかですね。あるいはアップロード。様々な機能を選択することができます。ここでは GV ブラウザに取り込む前の映像データの内容をプレビューする方法。また GV ブラウザに取り込んだ映像データをプレビューする方法について解説いたしました。